土井、常本、フェイントから横パス、ピツカワンタッチで出してエメラルドのシュート、これもいいから、もう一度エメラルド、菊池ですか、最後菊池ですかね、体に当てて吐き出しましたけどね、前に運んでいくことも何回かありましたから、その辺は一つチャンスになるかなと思いますね。これは先ほどの鹿島アントラーズのチャンスです、うん、エベラウドのシュートですね、もう背中ですけどもね。